今回は馬刺しに関するスレを複数本紹介します。まず1本目はこちら。生の馬刺しを切っていくぞ。スーパーで買ったでー。そもそも馬刺しってなんやねん。馬の肉のことや。刺身みたいに生で食うと飛ぶぞ。なんでそもそも馬の肉食うねん。普通に牛肉とかでええやろ。うまいから食うんやで。言うほどうまいか。スレ内ではそもそも馬肉を食うのか疑問視する声もありました。一致が言及したように、馬刺しといい、生の馬肉を食べる文化が日本ではあります。しかし生肉を食べるというと衛生的にいかがなものなのでしょうか。絶対腹壊すやろ。明日死ぬで。頭おかしなるで。寄生虫大丈夫か。うめえ。スレ民の煽りを無視し、一致はいつの間にか馬刺しを食べていました。腹壊すぞ。夏場に生肉はやばいやろ。寄生虫は。さすがに寄生虫の処理くらいはしてるやろ多分。他に何食ってる。馬刺し単品や。ビールは。ハイボールならあるでー。これって冷凍。冷凍や。冷凍なら寄生虫死んでるから安心だな。なんだ冷凍か。冷凍でも生肉食いたくないやろ。腹下したらどうするんや。そもそも馬の肉をわざわざ食う必要性が感じられん。普通に豚肉とか食ったらええやん。これが馬娘ちゃんですか。味はどんななん。普通にうまいでー。噛み応えがあるのがいい感じやな。臭そう。冷凍だから噛み匂いはそんなに感じないな。馬刺しは生卵や白米あるとおすすめだな。わかる。ユッケ丼にしたらうますぎて飛ぶで。次はユッケ丼にしてみるわ。その後一致は馬刺しを食べ終えましたが、特に異常もなかったようです。続いてのスレはこちらです。秘宝馬刺し、なんで聖書していいのかわからない。なんか馬はアリの理屈が適当すぎる気がしてならない。体温やで。馬は体温高いからちゃう。馬の体温は牛より低いです。いやめっちゃ高いやろ。牛は39度が平熱やが、馬が39度あったら大問題だわ。その昔、雑食と草食の違いや、って聞いたけど、正解は体温なんやろか。ちなみにこちらの言い分は無楽で、馬の体温は40度近い高温のため、牛や豚に比べて寄生虫が少ないそうです。加えて、馬刺し用の肉はマイナス20度で48時間以上の冷凍処理をすることが義務付けられており、そのまま食べてもしっかり安全であるように体制が整っていることが、馬刺しが安全に食べられる理由なのだそうです。衛生管理が完璧やから。そうなんか。ちゃんと衛生管理されてれば豚だっていけるらしいじゃん。そんな肉そうそう手に入らんけど。肝臓も生で食っていいぞ。馬は体温高くて寄生虫いないって何かで見た。熊本の人、なんねその話し方。東京の奴が何しに来よったと。東京の人、馬刺し。熊本、よかよか、うまいの食べさせてやるけんね。この店に行きんさい。東京の人、なまりやでーな。豚がヤバいのは細菌とか寄生虫よりも E 型肝炎ウイルスのリスクが高いから。実際馬刺しで下したことない。馬の病気で人間にかかるのがほとんどないし、豚は人間にうつるのが結構ある。そんな中、一方でこんな意見も。別に牛も生で食べるし、豚もドイツでは生で食べる。ドイツ行った時これほんま気持ち悪かったわ。ソーセージに詰める前の中身そのまま食うのあるよな。タルタルステーキやね。法律で OK だから。ってだけなのでは。法律って何の根拠もなく決まるんか。根拠なく決まるぞ。マジか、知らんかった。競争馬は馬刺しになるんか、それともドッグフード止まりなんか。北海道でやってる馬名競馬って、ソリのやつは馬刺しいけるで。なんならセリの時点で食肉業者がウキウキで入札して値段高騰しとる。馬刺しになる競争馬もいるってことは、キズナ3区やエキファネーや3区の溶血馬刺しも紛れてる可能性あるんか。年間100頭3区がいると考えても全部は耐性しないし、いるやろな。馬刺ししか食べたことないけど、塩通した馬肉ってうまいんか。桜鍋は聞くけど、焼肉もうまいぞ。熊本の馬刺しは美味しいで。一回菅野屋で取ってみ。生意気生まれば食べたいよ誰。馬ってもしかして知能高いんか。頭悪いで。競馬見てたらわかる。騎手に、今行け、まだ早いってよ指示送るような騎手より頭いい馬もおるな。すごい、牧馬王の世界観やな。福島の馬刺しのがうまかった。誰が最高。馬刺しマジでうまい。やめられん。焼いても食べるでちな熊本民。同じ値段なら牛やぞ。競馬ファンは馬の神様に怒られないように馬刺しを我慢。命を無駄にした。フードロスやろ、これ。誰も食わなくなったら馬産できなくなるんやで。500キロもある生き物を食わずに処理したらいくらコストかかるかわからん。馬産そのものが破綻するから、ワイは食える機会があるなら食う派。競馬やるやつってうまくえんの。金を破って食べたら当たらんようになったわ。地味に焼肉もうまいな馬は。馬娘も走れなくなったら馬刺しにされるんかな。頭うらら頭爆心の集団とかすぐ騙されて風俗業界入りしてそう。桜爆心王、プレイでも爆心し時短を疑われる。オクターニで稼いでるから余裕やぞ。夏の3歳未勝利戦とか見てると、こいつらほとんど馬刺しになるにゃって思うわ。馬術の川よな馬見てたら食うのためらうわ。食うけど。熊本で流通してるのはほぼカナダ産。国産はクッソ高い。昔は G1 馬でも馬刺しにされたみたいだな。食ってみたかったわ。G1 ホースでも競走馬全く生産してない牧場に引き取られてから行方不明、かっこ意味深になるの悲しいなぁ。かっこ所用無常。馬のレバーは生はあかんの。いけるで。牛より癖がないから物足りんかもな。ハルーララの馬肉食べたい。そもそも言うほど生で食べたいと思うか。人をした方が全部うまいよな。ビタミンを欲してるんやで。そういえば日本って野生の馬おるんか。世界中探してもおらんで。
野生化した馬なら宮崎にいる。馬刺しうまいよな。一本目のスレは以上になります。続いて、2014年1月に建てられたスレを紹介します。馬刺しのうまさを知らないガキ。牛豚もいいけど馬も食ってみろ、相当うまいから。美味しいけど好き嫌いが多そうな肉でもあるな。熊本のやつしか食わない。それお前が馬だと思ってるだけで実際はただの牛の肉だよ。食いすぎると吐くけどね。信州の馬刺しが好きどす。さすがユッケ最高にうまい。ただ最近食中毒起きたらしいからな。運命よな。馬もイノシシもシカもカモも運命。高いから熊本人でもあまり食えない。近所に馬刺し屋あるんだけどどんな味なのか想像できなくて未だに入ったことない。馬の味とか言われても困る。金保有率が他に比べ段違いに低いのよな。つまり丸かじりできる。会津の馬刺し美味しいです。鶏刺しもうまいよ。熊本人の俺歓喜。熊本来たらうまい店で馬刺し食いながら酒飲もうぜ。おごってやんよ。たてがみ食ってみたいけどうまいのかな。たてがみがすごくうまいうまい。食ったことないです。馬の丸焼きとかあるのかな。作るとこ想像したら結構えぐい。馬刺しうまかったな。また食べたい。熊本で食ったのもうまかったが長野もうまい。こういう食べ物と出会えるから旅行はやめられん。月曜に食いに行くんだ。馬レバーとか鶏の白レバーとかもたらふくく。赤身の馬刺し最高すぎる。馬刺しって高いの？親戚の家で食べて美味しかったからひたすら食べてたら親に自重しろって言われたんだけど。腹が減ってきた。金が底をつきかけているが、肉を買いに行くしかねえな。普通に馬刺し好きだったけど九州旅行で熊本行って食った馬刺しに衝撃を受けたよ。あの味は忘れられない。食わせてくれる店がわからん。馬刺しは濃厚すぎて俺には無理だった。熊本で売ってる馬刺しの大半は輸入なんだよな。仙台の牛タンも光だけど。よく親父に食べさせてもらってたな。レバ刺しと馬刺しは親父の大好物だった。お父さんに会いたいよ。いいよな馬刺し。てか食いたくなってきた。馬刺しって何と食う？ニンニク？生姜？生姜。生姜醤油だな。金玉が震えるぐらい運命ぞ。いやニンニクだろ。俺もニンニクかな。ちゃんと芯を抜いたニンニク、クソうまい。意外とニンニク派もいるのか。でも匂いがな。スライスした玉ねぎ、生姜、ニンニク、いろいろ変えつつ食べる。いろんなもの食ってみたいがどこで食えるのかがわからない。初心者だから昆虫食から行こうと思うのだけど。春ならは馬刺しになったのだ。食ったことないな。これからも食うことはないな。でも馬って肉食だから味が濃い。羊もうまい。通勤ルート沿いに専門店があるけど行ったことないや。生の肉を食べるのに抵抗があるから食べたことない。熊本県民です。小学生の頃、馬刺し食べすぎて嫌いになっちゃった。それぐらい好きだった。霜降り馬刺し最高。生姜とかいらないぐらいにうまい。今のところ別に、美味しいとこや美味しい食べ方をしたらまた印象変わるんだろうけど。それぶったいるけど、正月エゾシカの刺身食ったんだ。ここ数日食欲がなくて下痢も止まらん。うんこなんか真っ黄色。脇とか背中を筋肉痛とも違う痛みが移動してる。明日朝一で病院行ってくる。鹿の飛んだ濡れ衣ですわ。石橋がぶっ壊れるリスクを恐れるよりも、うまいものをたらふく食った方が幸せだろ。ヤクザの食い物ってイメージしかない。チェーン店で食ったのはクソまずかったな。ゴムみたいで。うまいやつはうまいのかな。一番最初に食った生肉は馬刺し。熊本に生まれてよかったと心から思う。お前ら馬のレバ刺しは食ったことあるか？うまいぞ。会津だけど全国で売ってると思ってた。まあまあ高い店の馬刺し食ったけどうまく感じなかった。安物だったのかな。今は馬刺しも菌が死滅する温度で一旦冷凍しなきゃ出せなくなったよ。あと何日か前に産地偽装が発覚した企業があったな。たてがみ食いたいってレスがあったけど単品じゃ油だから食えたもんじゃない。赤身と一緒に食うと霜降りみたいな味わいになる。熊本は年中馬刺し食ってるイメージ持ってるやついるけど、高いから祝い事でしか食べねえよ。年中食べてますが？頻繁に食ってるわ。俺は居酒屋とかでも食うよ。県外行ってた先輩が飲みながら、県外の居酒屋で食う馬刺しはクソ、熊本最高って言ってたから、まあ居酒屋でも旧大店なんだと思う。どんな味なの？レバー苦手な奴にはきつい？レバー食えない俺でも食える。肉の中では癖がほとんどない方じゃねえの。油多い高いやつ買うのはアホ。赤身が正解。鹿と同じで薬味がうんたらかんたら。あと縦紙は一切れで十分。馬刺し高い。鶏刺しは週一で食べてるけど。大馬さん美味しいよな。下手な牛さんより美味しい。塊を切り分けて焼肉やステーキにしたいんだけど、売ってないね。馬なんて元から食用に育ててるわけじゃなさそうだもんな。塊普通に売ってるよ。マジかよ。ググってみたらステーキ 400g 1000円ってのが出てきた。やっぱ高いな。そこら辺で買ったやつは生臭すぎてとても食えるもんじゃなかったな。熊本じゃスーパーに売ってるけど高いから正月しか食わない。牛や豚より衛生基準がしっかりしてると聞いた。業界の努力の賜物だな。衛生基準というか生食用の育て方してるから安心できるみたいなこと聞いた。そういえば桜鍋って食ったことないな。馬は刺身ばかりで火を通したの食ったことないがうまいのかな。叩きもうまいよ。叩きいいな。でもそれを出す店見たことないな。新鮮なうちは馬刺しの方がいいんじゃない？叩きにした時も、冷蔵庫に入れる矢印忘れる矢印生じゃやばそう矢印ちょっと焼くか。って感じだったみたいだもん。まあ一口食うまでは BBA しねって思ったよね。なんで馬飼ってるの？食用の馬っていうのがいるの？
それとも動物園とかで飼ってるのを死んだらさばいて売る、みたいなの？不人気競走馬の末路。といったところで今回の動画は以上になります。皆さんおすすめの馬刺しの食べ方を、ぜひコメント欄で教えてください。